休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま増田拓海議員ほか12名より議員藤原正則君に対する懲罰の動議を日程に追加し審議されたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので動議を成立いたしました。お諮りいたします。この際本件を日程に追加し議題とすることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。議員藤原正則君に対する懲罰の動議を議員提出議案第13号とし議題といたします。本件は21番増田拓海議員ほか12名から会議規則第154条第1項の規定により提出されたものであります。地方自治法第117条の規定により15番藤原正則議員の退席を求めます。提出者からの提案理由の説明を求めます。9番板橋茂議員。9番板橋茂です。議員藤原正則君に対する懲罰の動議の理由を述べます。平成26年12月3日暫時休憩午後、板橋すいません、もといプレイバックしますか。すいません、暫時休憩いたします。13号今お配りし直しますので申し訳ございません。確認してたんです。
皆さんお手元に届きましたでしょうか。配布漏れはございませんでしょうか。確認もう一度お願いいたします。では再開いたします。提出者からの提案理由を求めます。説明を求めます。9番板橋茂議員。9番板橋茂です。議員藤原正成君に対する懲罰の動議の理由について述べます。平成26年12月3日午後、同君が議会開会中に公明党、いろはの会、生活者ネット、社民の会、みんなの党ゆい並びに日本共産党の各会派控え室に無断で侵入し、資料等を持ち去った行為は、多摩市議会会議規則第145条に言う、議員は議会の品位を重んじなければならないに反することは明らかである。以上。これをもって提案理由の説明を終わります。ただいまの説明に対する質疑に入ります。で、提案者は前に出てきてください。質疑はありませんか。新谷議員。はい、では質問させていただきたいと思います。まず、ここに、提案理由に書かれている無断で侵入し資料等を持ち去った行為ということでありますけど、私が聞くところによりますと、まあ、この藤原さんを誹謗中傷する内容のものであったということをお聞きしております。で、各会派に入ってその資料を持ち去ったということで聞いておるんですが、この資料というのは誰宛てに来ていたものだったのか、安西さんお答えください。安西議員。私たちそれぞれの会派ではなくて、藤原正則さん宛てに来てたように見受けました。私は、さっとしか見ておりませんけど、そのように受け止めておりました。はい、新谷議員。では生活者ネットにお聞きます。向井かおりさん、どなた宛てに来てたものですか。向井議員。藤原正則さん宛てです。新谷議員。ではいろはの会にお聞きます。増田匠さん、どなた宛てに来てた書面ですか。私はちょっと見ました。関係閣議って書いてあったと思います。はい、違うじゃん、一緒にしただけだよ。いや、嘘言うっていうより確認してよ。岩永議員。私たちいろはの会の会派に来ていたのファックスは全部で4通ございました。1通目は藤原正則議員宛てだったかと思いますが、残りの3通は宛名が関係閣議というふうになっていたというふうに記憶しております。新谷議員。では、みんなの党委員の方はどなた宛てに来てたんですか。遠藤議員。
遠藤千尋議員。はい、ただいまのいろはの会の岩永さんのお話と私とも同様ですが、いかんせん回収されてしまいましたので、現物がありませんので確認できません。新谷議員。今はっきりと藤原正則さん宛ての書面だったとお答えになった方います。間違って送られてきたものだと思って藤原さんにお返しするようとは思いませんでしたか、安西さん。安西議員。私は内容からして間違って送られてきたからといって返さなければいけないとは思いませんでした。新谷議員。宛名が自分たち共産党さん宛てではないものが届いて、明らかに、ね、そこにいる本人が特定するできる相手がすぐそばにいて、ね、その方宛てに来たファックスがそうじゃないと、何を根拠に言い切ってんですか。新たに安西議員。どっちが品位がね。なぜならばその後それこそ閣議宛てに間違ってきましたという、それがあったからです。以上です。新谷議員。もともと間違ってきましたって言っても、藤原さん宛てに来ているものがあるわけですよね、宛名が。その宛名の方に対してお返しするなり連絡するなりされたんですか。安西議員。確かですね、間違って送付したので破棄してくださいみたいな一文があったように記憶しております。新谷議員。なんかある会派ではそれが壁に貼ってあったっていう話を聞いたんですけど、あとファイリングされてた会派もあったと。人宛てに来ていたものが。静粛に願います。じゃあ訂正させていただきます。発言は挙手でお願いいたします。はい、新谷議員。はい、じゃあ今のは訂正させていただきます。ではですね、今宛名がね、明らかに藤原さん宛てに来ていましたと、そういうものをね、そのまんま破棄してくださいって来てたので、本人に伝えず保管してたですよね。その行為について品位ある行為だと、常識ある行為だと思いますか。小林健一議員。小林健一です。今回の提案理由にもありますように、誰宛に来た書類だとか、どんな書類だったかというのは問題ではありません。私は板橋議員から、藤原正則議員が私たちの会派に無断で入って、何らかの書類を持ち去っていくのを見たということを聞きました。だから、どんなものが持ち去られたのか私は分かりません。しかし問題は、会派の控え室に無断で侵入して、無断で物を持ち去ったということが問題だということです。以上です。新谷議員。では板橋さんにお聞きします。藤原正則さんは共産党会派さんの鍵を持っていて入られたんですか。板橋議員。それは私には分かりませんけれども、関係ないお話じゃないですか。何にしろ私たちの会派の部屋に無断で入って、無断で物を持ち出したこと、このことを対して擁護するあなたの、その常識が私は信じられません。以上です。新谷議員。別に擁護してるわけじゃないですよ。どうして入ったのかということをお聞きしてるんですよ。
ねえ、だからどうやって入ったの、あなた見たんでしょ。板橋議員、私が部屋に入った時にはもう中に入って机の前に立って書類を持っていたんです。以上。新谷議員、この文章だと藤原正則さんが各会派の鍵を持っていた、開けられる藤原正則さんが開けたと読み取れるんですけど、それが事実なんですか。では増田匠さんお願いします。増田議員、入ったのは事実です。入ったのは事実で、いや、ないんですから、それだけです。新谷議員、ないんだからそれだけですっていうのは、その藤原さんが入ったという証拠はどこから。増田議員、本人が言われました、部屋に来て同調してましたって。新谷議員、本人が自分で鍵を開けて入ったと言ってるんですか。増田議員、本人が入ったとは、いいんですよね。だから中に入って持ち出したということで聞いてますよ。新谷議員、イロハの会さんは鍵をかけないということですか。鍵がかかってなかったということですか。増田議員、鍵はちゃんとかけてありました。どなたが開けたのかと聞いているんですけど、静粛に願います。発言は手を挙げてお願いします。またあと提案者にお聞きします。増田さん、この内容私ちょっとお聞きしました。明らかに個人を誹謗中傷するような内容だということでございました。現在この内容で懲罰動機云々となりましたけど、一番喜ぶ人誰ですか。私は誹謗中傷、今藤原正則さんからはこの人告訴するって言ってます、ね、そういう人を加担するような行為をしてると思いませんか。増田議員、増田議員、全然思いません。向井議員、先ほどご本人にも申し上げたんですけども、会派代表にね、一言あって、こうしたものが出回っているようですけれども、回収させてくださいっておっしゃっていただければ、おそらくどの方も応じたと思います。なぜこのような手段を取ったのかというところでは、理解できないところです。遠藤千尋議員。ご質問者おっしゃっている論点の中でですね、今回の提案義務は無断で侵入し資料を持ち去った行為について我々は問題にしているのでありまして、本筋とは少し違う議論かなと感じます。新谷議員、本筋は分かりますよ。結果として議会はね、まだこの人犯罪者とは言い切れないですよね。でもこの人のことを加担するような行為をしてるってことにならないんですかってことをお聞きしてるんですよ。
佐久間議員。私ね、ファックスいただいファックスを見たときに、これは個人のプライバシーにね、関するものだからっていうことで、そのまま破いてね、破棄したんですよ。その後に、その当事者から誤ったものだったから、それは破棄してくださいっていうことだったんですね。で、その時は藤原さんがね、まだお入りになる前だったんですよ。ですから私はその時に藤原さんにね、そういうことがあったので、ぜひね、ちゃんと、なんていうか、こういうことをしましたよってことでお話ししようと思ったわけ。そしたらその後にね、そのお話しする前にそういうことが、皆さんのね、会派のお部屋に入られて、それでその持ち去られたってことを聞いて、それでもうちょっとね、タイミングをずらしたなと思ったのね。本当に前に、藤原さんがね、こういうものを入ったみたいだから、それは自分のね、プライバシーに関することだから、ぜひねそれを回収させてくださいってことでね、お話になっていたらね、本当によかったなって、こういうふうになら問題がね、大きくならなくてよかったなって本当に思うんですよ。だからそれはとても残念なんですけれども、やっぱり結果的にそういうことが起きて、それは非常にね、議員の品位を生かすことになりますので、やっぱりそれはちょっとやっぱり議会としてはね、看過できない問題ではないかというふうに思うんです。ですからそのことはやっぱり新谷さんもね、ご理解していただきたいなって心から思います。新谷議員。いや、私聞きたかったのはね、正則さんがどうこうとかいうことだけじゃなくて、結果としてね、悪意を持って誹謗中傷した方の加担をするような結果になりませんかということをお聞きして。加藤議員。ただいまの新谷議員からのご質問にお答えしようとは思っているんですが、どうも私たちがこの動議を出すにあたっての背景とか、なんか履き違えてらっしゃるんではないかと、もう一度事実関係をですね、含めて、もう一度整理をしていただきたいと思うんですね。私たち多摩市議会は、地方議会の中に選ばれた議員の最大の責務は、立法であって、条例、法律もとい、条例を、規則を定めて、それが市民の方々の福祉、命、そういうものを守るためのですね、一番大切なのは、立法の機関を、使命を果たすことだと思うんですね。それと同時に、規則等を定める我々議員の一番の責任は、その自ら作った条例、規則を、遵守、守るというのが最大の責務であろうかと思います。今回の藤原正則議員の、なされた行動というのは、間違いなく、それが事実であり、本人も認めていらっしゃるわけですから、それは法律、条例、そして規則に明確に、違反をしているという事実をもって、ご本人の謝罪を求めておるんですけれども、今日現在、誠意ある、精神、誠意を持って、その謝罪を言葉が聞かれないということが、誠に私は残念であります。一刻も早くそのような行動をなさり、そして与党である公明党の皆さんとも、自民党の皆さんとも、市民の前にきちんとなされたことに反省を求めていただきたいように、ご本人に促していただきたいと思います。これが私からもお願いをいたします。以上です。新谷議員。今のも結局答えになってないんですよね。答える必要はないと言ってますよね。犯罪者に加担をしても答える必要はないと。ね。
そういうふうに私は受け止めてしょうがないんだ、まあ、誠にね、本当にね、まあ、今、皆さんがね、おっしゃっていた通りで、藤原正則議員のね、お詫びがなかった、だから動議を出したと、そういうふうに今ね、聞き取れたわけですけど、まあ、本当にね、残念だなと思います。ただただ最後ね、まあ、私今ずっと思ってるのは、本当にね、悪意を持ってある人を貶めようと思って来たものにまんまと乗せられて動いてるんじゃないですか。市民から見たらそう見えちゃいますよ。市民は誰もこれ得しませんよ、この懲罰動議ね。私たちは市民のために仕事をしていると思ってます。まあ一応私の意見として述べさせていただきました。はい、それでは星野議員。いや、私の考え方を申し上げたいと思ったので、新谷議員がおっしゃっているその犯罪者に加担してるって言ってる意味が私には分かりません。それと市民の利益になるのかっておっしゃいましたけれども、藤原議員は議会中に議場から出てそういう行為をなさったのですから、やはり議員としてしっかりと自覚を持ってもらいたいと思いますし、私がここで申し上げることかどうか分かりませんけれども、うちの場合は私も個人情報だったの で破棄してくださいって書いてあったんですが、破棄の仕方にもいろいろあるじゃないですか。でどうしようかなって迷っていたんです、実は。それで、まあ、人目に触れちゃいけないと思って書類の奥に入れといたんですよ。でどうしようかなって悩んでいるときに、藤原議員がうちの会派にいらっしゃって、星野さんが持っているファックスの用紙を返してくれないかと言われたんですね。で私はもうすぐに分かりましたって言って、まあ、こんなことがあって選挙が近いので大変ですねっていうふうに私は申し上げましたけど、後からよくよく考えてみたら、まあ、私うちの会派は3人おりますので、佐久間議員にも向井議員にもそういう問い合わせはなかったんですよ。ダイレクトに私のところに来たんです。星野さんが持っているファックスの用紙を返してくれないかと。私はね、見たんじゃないかなって疑いたくもなりますよ。そういう意味ではちょっと不信感を持っているところがあります。まあ、ですので、とにかくその犯罪者に加担をしているという意味がよく分かりませんので、そこをちょっと明確にお答えいただきたいと思います。それは元い元と私は思っております。疑問に思っております。以上、私の意見です。星野さんも持ってるの知ってんだよ。岩永議員。今他の提案者の方もお話をなさったこととかぶるんですけれども、私たちがこの懲罰動議を出したのはあくまでも無断で侵入をされ資料を持ち去ったという行為についてなんですね。今この資料の内容について私たちはその資料の内容についても、まあ、内々には発行しておりますが、明らかにしないために資料などというふうに書いておりますが、この資料の内容を特定されたのはご質問者であるということは、ぜひご認識をいただいた上でご意見をいただきたいというふうに思っております。私たちは資料を持ち去ったという行為は問題にしておりますが、その資料の内容については、今回の懲罰動議とは無関係であるというふうな立場から出しているということは、あくまでも皆さんにはご理解をいただきたいということで、述べさせていただきました。安西議員。私は新谷議員の発言について抗議を持って発言いたします。私はこの話を聞いたときに非常にショックでした。そして本当にゾッといたしました。というのは、私たちの私物もそこにはあることは事実でもあるわけですから、そこに不当に入ってきてですね、物を持ち出すなんて私は絶対許せない。私たちはその一点だけでのこの、動議をかけているわけですから、そのあたりはご理解いただきたいと思います。以上です。他に質疑はありませんか。キリギリ議員。はい。まあ、皆さんのおっしゃっている、内容については、大体理解したところです。ただ、まあ、目的としてはやはり本人にしっかりと、まあ、反省をしてほしいということだと思うんですが、まあ、反省してもらうにしてもいろんなやり方があると思うんですね。その、まあ、
こうやって懲罰動議にかけるというやり方もあれば、まあ公式非公式限らず本人にそういった場を作るというやり方もあると思います。で今回ファックス その内容は関係ないっていうようなお話も今いくつかありましたけれども、実際には内容がその、まあここにいるこの議場の中ではないことに関する、個人的なプライベートな誹謗中傷の内容です。議場に関係のないことをここで取り扱ってしまうということがですね、このすごく重要な重大な大きな悪い方向の取り返しのつかない影響を及ぼす、そういう可能性もあるんじゃないかなと、私そのあたり少し危惧をしているわけですが、皆さんそのあたりもしっかりと検討され理解をされた上でのご提案というふうに受け取ってよろしいでしょうか。大野議員。今ご質問されたようなことを本当に思っていらっしゃるなら、なぜこの間こういったことが出てきたときにですね、例えば失礼ですけどもそちらの会派の方からそういったお話についてきちんとご説明が来るとかっていうことは一切なかったっていうふうに思っているので そのこと自体本当に深刻に思っていたら、なぜそういうことをこの間おっしゃってこなかったのかなっていうことが疑問に思います。キリギ議員。実際どういう、謝罪とか説明っていうのがあったかっていうところに関してはすみません申し訳ないんですが、僕の方で把握ができていない部分なので、その部分に関してはちょっと僕の方から説明をするということができないんですけれども、やはり議員として議会に提案して市民にこの話を公表していくということに関してどういう影響があるかっていうことはしっかりと受け止めて、皆さんもこれから、まあ、こういう、動議が提案されましたので、平和な生活が脅かされるというようなことがないようにこれから配慮をいただきたいというふうにお願いいたします。答弁必要ですか。小林健一議員。先ほどから特定の文書のことを問題にされているようなんですけど、提案理由にも書いてありますように資料等を持ち去ったということで、どんな資料を持ち去ったのか私たちは分かりません。他のものを持ち去ったのかもしれない、それは分かりません。それから今回の行為というのは一般的に言えば誤って済む問題ではないというふうに思います。以上です。遠藤千尋議員。今回の行為はですね、本会議中に各会派の控え室に入られたわけですから、そういう意味では別に矛盾がないものと考えます。キリキリ議員。今2つご答弁をいただいた中で誤って済まないというご発言がありましたが、では何を求めるのか、それから、本会議中に、席を離れていたということを問題にされていらっしゃる方がいるようですが、果たして多摩市議会議席に対してどれだけ厳しく皆さんが気をつけていらっしゃるか、そのあたり2点お答えいただければ。遠藤千尋議員。議席をですね、問題にしているのではなくて、本会議中に議席されて各会派の控え室に無断で入り資料を持ち出したことが問題であるという認識です。小林健一議員。誤ってする問題ではないから懲罰委員会を設けて何らかの処分をするということは必要だと考えているわけです。キリキリ議員。懲罰動議の処分というのは、4つに分けられるかと思います。本人が、謝罪でしたっけ、ね、それ、ごめんなさい、議長から、
注意です、戒告っていうんですかね、っていうのがある。それから本人が謝罪をする。で、その上になると出席停止。で、その上が除名。今、下から2つ目の処分では甘いということは、それ以上出席停止か除名に当たるということで提案されたと。そういうことになるんでしょうか。キリキ議員。同業提案提案。これからそれを決めるところなので、委員会でまだ、今日はこの動議、これ提出議案に対してご質問ですからね、これからそれを今度また、細かいことは代表者会議もありますし、議運もまだ開くようですし、ですから、この文面に対してもう少しこう狭めて質問していただきたいと思います。一応提案している理由についてを聞こうかと。どういう処罰、どういうことを目的として、処罰を目的として提案するという話だったので、どういう処罰を提案、想定されているのかなという質問です。小林健一議員。この動議が可決されましたら、特別委員会が設置をされます。その委員会で、協議をして、処分の内容を決めるということになると思います。小林議員、可決じゃないです。採択。採択しないです。委員会にまずかけるんで。はい。キリケ議員。そうすると先ほどなんか謝って済まないっていう理由で提案したっていうのは、ちょっとなんか矛盾してるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。小林健一議員。矛盾しておりません。キリケ議員。矛盾してるかしてないかをここで議論してもしょうがないので、これ以上そこに関しては質問はしませんけれども。僕がやっぱり一番心配しているのは、この話をするときに、じゃあどうやって入ったのか、なんで入ったのかっていうところが議論されると思います。その中で、議会に関係している議員であればそれはそれで、公人ですから、ある程度それが公表されるということは仕方がない、ある程度こう受け入れなければならないところだとは思うんですが、それが、議員でない人にまで影響を与えてしまうという可能性があると、そういう提案をされたというふうに理解をいたしますので、そのあたりを指摘しておきます。他に質疑ありませんか。今井議員。確認させてください。資料等を持ち去ったということで、その資料等というのは、答弁いただいた中に、4通というファックス のものがあったというふうに言われていますが、この4通のことをおっしゃっているのかどうか、それから、各会派に、無断で入ったということで、それ以外のものもなくなっているのかどうか。各会派ごとどなたでも結構です。お答えください。岩永議員。私の、会派については、ファックス4通は持っていきましたというふうなことをご本人からも言っていただいたので、そういうふうなことだと思っていますが、それ以外のものを持ち去ったかどうかということについては、改めて確認をしてみなければわからないというふうに思っております。共産、各会派ですから、各会派の皆さん。遠藤千尋議員。我が会派の場合は無断で資料を持ち去りといったことはございませんでした。板橋議員。私が資料を取りに部屋に入ったときに、部屋の中に
いて書類を持っておられましたけど、他にどんな書類を持っておられたのか一枚一枚を確かめはしませんでしたので分かりません。星野議員。うちの会派は私が直接渡しましたけれども、4通うちもありました、本文が2通でお詫びが2通でした。ですがその本文のやつは、はい、本文は佐久間議員が破ってしまったので私がそのお詫びを2通本文を1通3枚持ってたんです。それで、まあ、保証さんが持っているファックスの用紙を回収したいんだけどって言われたのでその3枚渡しました。その時に藤原さん議員がおっしゃったのは他になかったって4枚あるはずなんだけどっておっしゃったんですよ。だけど藤原議員は中身を見てるんですよ。で同じのが2枚あって1枚だけ違いますよね。だからもしかして他にもあるのかしらってその時思ったぐらいでなんです。実情申し上げると、ですので、まあ、うちの会派にも入られてるっておっしゃってましたけれども、多分中に入ってたので、まあ見たか見ないか分かりませんけれども、その時には持っていかれなかったので、どの書類をその、まあ、何まるっきり持っていかなかったのか、持っていかれた、持っていったものがあったのかどうかっていうのを確認してませんので、うちの会派も分かりません。はい、今井議員。まあ、無断で侵入はしたけれども、資料等を持ち去ったところは、無断で持ち去ったところは2箇所、あとは一応、許可っていうか、まあ、言って渡したという形ですね。というところで、私たちのなぜか分かりませんが、公明党だけはないんです、入っておりません。ですから4つあったっていうことも知らなかった。初めて実は今聞いてあそんなにあったんだっていうのが正直なところです。ですからまあ、だからというわけではありませんがこの代表者をやったときに藤原さんからお詫びがあったと思うんですね。きちんと謝ったと私は思ってます。最初に謝った言葉はお詫びの言葉があったと私は思っていますのでその意味ではまあ、それに対して各会派言ったとか言わないとか、まあ、そういう こう前後で特に話の中に出てきたのは本当に気が動転していてって多分まあ、真っ白になったことのない人はそういう気持ちは分かりないかもしれませんが私などはそういう気持ちになったことありますのでそうすると後先見えなくなる。まあ、そういうようなこともあります。まあ、そういう中でやった行為に関して決していろんなものを持ってったとかっていうそういうものではなく、もうひたすら必死になってやったっていう、まあ、そういうことを考えると、私は時の代表者会議の冒頭の言葉でもある程度お察しくださいと言った本当にこう心思いが私は感じましたので、まあ、その意味では、ここまで懲罰の道義ということに関しては私たちの方はそこまではやらなくてもいいのではないかな。皆さんがそれほどひどいというふうに思われるって、まあ、懲罰を道義を出されたということ自体もしかしたらそれほどそのファックスが来た内容があれを持ってその会派から持って行ってしまったということが非常にまあ、今後の何かにとって、それぞれの会派にとって必要になるようなものだったという判断があったからこそここまでの懲罰の道義を出そうとされているのかなというふうに私としては思わざるを得ません。まあ、ここまでなぜ出さなければいけないのかその分かりやすいお答えだけをいただきたい。私はそれだけ質問させていただきます。明快な回答をいただきたいと思います。どなたでも結構です。各会派むしろ私は署名をされた全員の方からお声いただきたいなって思います。大野議員。
先ほど安西さんがですねおっしゃった通りと私は思っております。いかなる状況であってもですね、じゃあ私が気が動転してて皆さんのお部屋に入って本当に同じようなことを認められますか。やっぱ違うんだと思います。別にどういう立場とかそういうことではなくて、やはりどんな状況であってもこういうことはいけないということで今回はやっておりますので、いろんな考え方あるかもしれませんけれども、そのことだけはぜひ皆さんご理解いただきたいと思いますし、おそらく市民の皆さんの感覚もそこではないかと私は思っております。はい、安西議員。何度でも申し上げますけれど、私は大変このことを聞いてショックでした。自分の中にですね、入り込んでこられる、その気持ちでですね、私ははっきりと藤原さんに会ったときも、ショックでした、大変ゾッとしましたよというふうに言いました、やってはいけないことですねというふうに言いましたよ、それだけです、それ以上の何者でもありません。星野議員。ファックスの内容がどうこうではなくて、やはり無断で入ってその書類を、ね、持ち出したということに、やっぱり、皆さん、その不信感を抱いていると思うんです。では特に私の場合は、先ほども申し上げましたけど、ダイレクトに星野さんが持っているファックスので書類をって言われたので、非常に、もしかしてここ、ご覧になったのかしらって思うような、なんていうの発言があったので、そこは非常に私は個人的には気になっているところですけれども、今回、動議を出したことは、もうファックスの書類の中身ではありません、やはり無断で、入って持ち去ったということが、私は一番問題だと思っております。それはなんていうんですか、議員でなくても、人としてやはりやってはいけないことだと思っておりますので、今回、動議に賛成させていただきました。向井議員。全員ということなので、さっき今井さんがおっしゃったように、本当にご本人がね、お察しくださいっておっしゃってて、私もそれは、その件についてはね、そのお察しくださいは、ファックスの内容を私は読んでいますので。その意味ではお察しくださいというのは本当に 胸に刺さりました。だけれどもね、さっき今井さんがその頭が真っ白になることがあるっておっしゃいましたけれども、でも例えば、こういう例えがいいか分かりませんけれどもね、レ・ミゼラブルじゃありませんけど、どうしても欲しかったから取っちゃったって言っても捕まるんですよ。どんなにその人が かわいそうな人でもね、それは罰として受けなければいけない時はありますよ。私はおそらくこれは見解の相違で、今井さんは本当にお優しい気持ちでお気の毒っておっしゃった、それは私もお気の毒だと思いますが、ただやってはいけなかったんですよ、やっぱり。それはそこははっきり申し上げておきます。お願いします。岩永議員。私も皆さん先にお話をされた方と同じなんですが、やはりどんな状況であってもやっていいことと、やっぱりやってはいけないことというものは、公人であるからこそ余計にしっかり区別をしておかなければいけないのではないかなというふうに思っております。佐久間さん、佐久間議員。私も先ほどね、申し上げましたように、本人のプライバシーにね、関することだから、やっぱりこれは触れてはいけないことだって思ったんですよ、ね。ですから、破棄をいたしました。しかし、やはり、後でね、伺って、無断でね、各会派のお部屋に入ってね、
頭が真っ白になってるからっていうことで、じゃあ何をしてもいいかっていうことは、ね、言えないと思うんです。やっぱり本当に議員としてね、もう何年もね経験されている方ですから、やっぱりそういうことがわきまえられなかったらね、やっぱり議員としてどうかなって私は思いますね。首をかしげたくなります。ですからやっぱりここはやっぱり魂会としてもね、きちっとね皆さんのご判断が必要ではないかなって思うんですね。ということで、加藤議員。持ち出した書類の中身がどうあれ、単なるメモ用紙ではないというのは、藤原正則議員が一番よくご存じたであったわけですから、そうかといって、それを無断で、他の会派の部屋に入って、そしてそれを探したというか、そしてそれを持ち出すという行為は許されるものではないということを私たちは問題にしているのであって、その書類の中身がどうこう言っているわけではありません。それは正則議員当人が相手を告訴するもよし、刑事告発するもよし、それは我々の関知するところではございません。遠藤千代議員。動転しているというふうなお話がありましたけれども、しかしいかなる状況におきましても、公職にある議員が取るべき行動ではないと考えます。大変残念なことでありました。遠藤芽衣子議員。無断で侵入して書類等を持ち去った行為を問題にしております。以上です。増田拓実議員。私も会派の中に入ったということが一番問題だと思います。いろんなその代表者会議でも本人が私の方前面で鬼のように見えたと言われましたけど、でもやっぱりやっていいことと悪いことっていうのは、やっぱり鍵でそういうところへ入ったということが、私そこだけが一番問題、私はそう思ってます。私もいろんな方の中で体験して、いろいろこういうことには体験してますけど、でもこういう方の中では絶対残念なことで、やっぱり、ね、何でも許される、議員だから部屋で許されるという問題じゃないと思いますので、入ったという行為です。私は橋本由美子議員。私も無断で入られたことと、そして私たちの会派は一部明らかに持ち出されたこと、そして同時にその時に藤原さんにとって政党に入る手段があったんです。私たちいない日じゃない、ここに座っていました。声をかけていただければ必ず行って鍵を開けることができました。そこのご判断ができなかったことに対して大変失望しております。他に質疑ありませんか。安藤議員。私も公明党の一員で、今回の事実関係について全部本当に知ってるかって言われるとちょっと聞いてないところがあります。だけど私は今回の、彼の行為自体ははっきり言って公明党ですけど弁護の余地はないと思ってます。無断で部屋に入って何かお持ちでした、そのこと自体は許さないと思ってます。ただ私はね、この多摩市議会がこのことに対して懲罰動議という方法しかなかったのかということについて、私は議長副長および代表者会議のメンバーにぜひもうちょっとよく考えてほしかったなと思ってます。確かにね、その許されない行為があったということは事実だと思います。だけど、じゃあどういうふうに対処するのか、この多摩市議会が本来の姿としてね、しっかり市民のために議論してやっていく、そういう議会にしていくために、まあ他に方法なかったのかなと
もうつくづく考えます。で、なんか今回の話聞いてると、なんかね、以前にもうちの議会でこんな空気になったようなことがあったと思います。ある程度人数が集まって、そのね、道議なりなんなり反抗しちゃう。そこから話が始まるっていうことだったら、もう話し合いには何にもならないです。今回のことについて、まあ、議長も副議長も本当ね、ご苦労されたと思いますけど、うちの議会として、この事態に対して、この方法しかなかったのかということについては、まあ、この動議や決着がついてから、じっくりとその委員会等で話し合いたいと思います。公明党としては、この動議に賛成はしたくないと思ってます。以上です。答弁いりません。他に質疑はありませんか。質疑、これをもって、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。お諮りいたします。懲罰の動議については、会議規則第155条の規定により、委員会の付託を省略して、議決することができないことになっております。よって本動議については懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたします。15番、藤原正則議員の入場を求めます。この際、暫時休憩いたします。再開は、時刻は追って連絡いたします。第一委員会室で議会